カイリックスは、ボーランドが開発した Linux 向けの GUI アプリケーション開発ツールである。ラジアンであり、視覚的、または非視覚的コンポーネントと呼ばれる、プログラム部品を基本的なウィンドウ上に配置することにより、アプリケーションを開発することができる。言語は Delphi、C-Builder と同じく、Object Pascal、C-Base であり、さらに Delphi、 C ビルダーと共通のライブラリーである CLX を搭載することでベッドランタイムライブラリーを用意せずとも実行ファイルの生成が可能。Windows 上の Delphi、C ビルダーで開発されたプログラムを Linux 向けに移植しやすくなっている。k i l i x が動作する Linux の条件は以下の通り。k i l i x 1は2001年2月に発売された。SKU は プロフェッショナルエディションとエンタープライズエディションの二つ。同8月、無償版であるカイリックスオープンエディションが公開された。カイリックス2は2001年12月に発売された。カイリックス3は2002年9月に発売された。C 版が登場し、Linux で開発する際に事実上標準となっている C、C でコーディングされたプログラムもコンパイル可能となり。 Linux でのアプリケーション開発者の取り込みも意識された。また、同時期に発売された Delphi7 のプロフェッショナル版以上には、オブジェクトパスカル版の Kylix3 が付属した。2004年9月、ボーランドは CLX ライブラリーをコミュニティと共同で更新すると発表したが、実際の作業は行われなかった。その後発売された Delphi2005 には、 CLX は搭載されなかった。コンパイラのオープンソース化は知的財産権の問題で進んでいない。2006年、ウェブサイトにクラシックな製品と明記され、名実ともに製品サポートは終了した。デルファイの IDE から CLX およびカイリックスコンパイラを使用して Linux アプリケーションを開発するサードパーティ製ツールクロスコヨーリックスがある。 2007年開発終了が一旦はアナウンスされたが2010年7月新バージョンが発表された。ありがとうございます。